こんにちは、日本気象協会の工藤かな子です。今日は夏の天体観測についてお話しします。実のところ天体観測には空気中の塵とか水分が少ない冬の方が適していると言われるのですが、私は夏も天体観測に向いていると思ってるんですね。何よりも観測中寒くないことが最大のメリットです。冬の夜って本当に耐えられないぐらい寒いですからね。特に今年の8月の13日から14日にかけてはたくさんの流れ星が見られる三大流星群の一つベルセウス座流星群が見られます。双子座流星群と四分儀座流星群は12月と1月に見られるものなので、これまで天体観測をしたことがないという方もこの夏は初の天体観測に挑戦してみませんか。夏休み期間ということでお子さんにとっては自由研究にももってこいですね。そこで今日の話題2つ、夏に見たい流星群の楽しみ方と自由研究のヒント、ペルセウス座流星群の見方についてお話しします。そもそも流星群とは何なんでしょうか。国立天文台によりますと、流星群は宇宙空間にある直径1ミリメートルから数センチメートル程度の塵の粒が地球の大気に飛び込んできて大気と激しく衝突して氷になって塵が気化する一方で、大気や気化した塵の成分が光を放つ現象です。彗星はこのような塵の粒を軌道上に放出していて、塵の集団はそれぞれ放出した彗星の軌道上に密集しています。彗星の軌道と地球の軌道が交差している場合、地球がその位置に差し掛かると塵の粒がまとめて大気に飛び込んできます。地球が彗星の軌道を横切る日時は毎年ほぼ決まっていますので、毎年特定の時期に特定の流星群が出現するわけです。そんな感じで、3回ぐらい読むと分かるんですけれども、私なりに分解して説明しますね。彗星、軌道、塵の3点に着目してお伝えします。まず彗星とは本体の大きさが数キロメートルから数十キロメートルの小さな天体のことを言います。成分は氷の状態の水が主で、その他ガスや塵からなります。次に軌道です。この彗星は太陽の周りをさまざまな周期で公転していて、くるくると同じところを回る彗星もあれば、一度太陽に近づいたらもう戻ってこないものなど様々です。地球と彗星の公転の軌道がぶつかることもあります。最後に塵です。彗星は直径1ミリメートルから数センチメートル程度の塵の粒を自分の軌道上に放出していて、宇宙の中に塵がいっぱいある塵の帯を作っています。その帯に地球が差し掛かると塵の粒がまとめて地球の大気に飛び込んできます。大気に飛び込んだ塵は高温になって気化して、大気や気化した塵の成分が光を放ち流れ星となるんです。だんだん分かってきましたね。で、地球が彗星のこう軌道を横切るときにまとまった塵の粒が流れ星となってたくさん見ることができるので、流れ星の流星にたくさんの意味の群がついて流星群というふうに呼ばれます。ではペルセウス座流星群とは何なんでしょうか。ズバリペルセウス座の近くに放射点を持つ流星群のことを言います。さあ、放射点という新しい言葉が出てきたので説明していきますね。地球に飛び込んでくる塵の粒はみんな同じ方向からやってくるので、こんな感じで地球上ではある一点から流れ星が放射状に飛び出すように見えるんです。その飛び出す点を放射点と言います。夜空の中にこう一点放射点があって、その近くの星座の名前を取って〇〇座流星群というふうに言います。ペルセウス座流星群は本当に三大流星群の一つと数えられていまして、見ることができる流れ星の数が多い流星群です。街明かりから離れた暗い場所では1時間あたりに40個ぐらいの流れ星が見られるというふうに言われています。さあ、ペルセウス座流星群に詳しくなったところで、流星群がもっと見たくなる魅力をお伝えします。私が思う魅力は2点。めったに見られない流れ星がたくさん見られるところ、さまざまな流れ星が見られて一期一会なところ。特に夜でも明るい都会の中に住んでいると流れ星ってなかなか見る機会ないと思うんですけれども、そんな都会でも見ることができるチャンスが多いのが流星群です。実は私も30数年生きて、もう流星群以外では流れ星って見たことがないです。こちらの動画では2021年の双子座流星群の様子がタイムラプスで見れるようになっているので、よかったら見てください。あとは一期一会ってところなんですけれども、私が10年前ぐらいに見たすごい長い流れ星が忘れられなくて、こんな感じで空を半分にするように長く光り続ける流れ星を見たんですよ。感動とかいうレベルじゃなくて、もうただただ自然ってすごいなと唖然としたのを未だに覚えています。そういう驚くような流れ星が見られるかは運次第ですが、そういったところもワクワクして楽しいですよね。
お子さんの夏休みの自由研究の題材にするときはこんな感じで考えてみるといいかもしれません。例えば10分間に何個流れ星が見られるか観察日記をつけてみるとか、流れ星の明るさに注目して夏の大三角など他の星と比較をしてみるとか、明るい星が多いのとか流れ星の長さが長いとかその理由を考えてみると面白いかもしれません。流れ星が多い場所がどこにあるかを探す。例えば流れ星が多い放射点は時間とともに動いていくので、それがなんで動いているのかなと考えてみたりすると勉強になるかと思います。自由研究がない大人の皆さんも見て楽しむ他にもいろいろ調べてみると新しい発見があって楽しいですよ。ペルセウス座流星群を見るためにはこの3つのポイントで準備をしましょう。まず極大になる日時をチェック。8月13日の21時頃から14日の明け方にかけてが特にチャンスです。次に流星群が見られる方角をチェック。北東側に開けた場所が良いです。流星群を見られる場所を探しましょう。家のベランダでも実は見ることができます。公園や河原などで見る場合は街灯など強い明かりがないところで見てくださいね。お子さんは大人の方と一緒に見てくださいね。これだけ準備したらあとは体一つでゴーです。望遠鏡とかも必要なくて多少明るい街中でも見ることができるので気軽に夜空を見上げてみてください。ただ念には念を入れて夏なので夜でも熱中症対策をして、あと虫除け対策もして臨んでみてください。ペルセウス座流星群を楽しむために天気 JP を活用してみてください。1時間ごとの天気予報を確認すれば、例えばその日の天気予報で雨時々曇りとなっていても観測がしやすい時間は晴れている場合もあります。諦めずにチェックしてみてください。また気象予報士のポイント解説ではペルセウス座流星群の見方や当日の天気を記事で解説する予定です。合わせてチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。